思い出して、そんな意味でこのアッパーパンツは実はスウェーデンに滞在していたんですけど、多分、さっきのペーターの話につながると思うんですが、そのアイルランドから来たときぐらいだと思って、そのスウェーデンに滞在していたとき、あとは真夜中に、何時間も続きをしていて、で夜中にホテルまで歩いて帰って、でその時に、実はその曲作りの一番最後にこのアッパーパンツを聴かせてくれたんです。でそれが耳に残っていて、そのままその曲を持って